初代リッチモンド博、エドマンド・チューダーは、イングランドの貴族。オーエン・チューダーとキャサリン・オブ・バロアの長男で、ベッド・フォード公・ジャスパー・チューダーの兄、ランカスター長最後の国王である、ヘンリー6世のイフテイ、チューダー長の子祖である国王ヘンリー7世の父。エドマンド・チューダーは、ハートフォードシャーのマッチ・ハダムもしくはベッド・フォードシャーの、ハダムで、 オーエン・チューダーとキャサリン・オブ・バロアの息子として生まれた。彼の両親が、密かに結婚して、合法的に生まれてきた子なのかどうかは分かっていない。事実はともかくとして、1437年に、母が亡くなった後、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールの姉妹で、バーキング女子修道院長キャサリン・ドラポールに引き取られ、養育、微不軽である、ヘンリー六世からは1452年に、 リッチモンド博に助舎、認知された。弟ジャスパーもペンブルック博に助された。1455年、エドマンドはマーガレット・ボーフォートと結婚した。彼女はその時12歳であって、翌1456年に妊娠した。しかしながら、バラ戦争の始まりでエドマンドはヨーク派のウィリアム・ハーバートによって捕らわれ、南ウェールズのカーマー,アー戦場に収監された。そして、 そこで伝染病にかかって亡くなった。エドマンドの唯一の子であるヘンリーが生まれたのは、その2ヶ月後のことである。AB 森 P281、小野 P32P33、ロイル P160P209、桜井 P193P195、小野 P33P34、ロイル P228、桜井、 P195P198 ありがとうございます。